滑り込むとですね、こちらのスペアリブの方なんですが、ハーブと赤ワインをマリネして、それの、ローストグリル。まずこちら、漢方フィオリ。マリアージュとしては、イベリコ豚の方の脂の濃厚さ、あと漢方フィオリ、こちらの方のタンニンの柔らかさ、こちらの方でマリアージュが美味しい。自分ではそう思っております。